妖怪浴衣販売のお手伝いだったので、ちょっとおどろおどろしい感じの着物姿に。こちらの着物はメイセン足利うさぎ屋さんで購入。着物は右手が下で左手が上になります。この着物の模様が血まみれみたいな感じで妖怪っぽいかなと、こう口裂け女みがあると思いました。帯は名古屋帯、こちらも柳生忠兵衛さんと友之助コラボの、道成寺の般若の帯です。清姫とアンチンがよく見えるように、こちらは銀座結びです。帯の下の垂れの方にも蛇がついてます。前には火の玉が飛んでいます。ちなみに靴下も妖怪靴下です。帽子にも一玉、おどろおどろしいコーデできました。